ゴーン被告が再保釈今回は変装なし先ほど日産の前会長であるカルロス・ゴーン被告が保釈金を納め再保釈されましたこのゴーン被告証拠隠滅の恐れがあるとして妻キャロウさんとの接触が禁止されましたこの妻の動きを見ておりますと多重国籍者の方は 国外逃亡の恐れがあるということが明らかになっており、また、妻のキャロスさんは事件の関係者に接触し、証拠隠滅を図っているものとみられております。日本政府には、検察には、このゴーン被告が国外逃亡しないように、証拠隠滅を行わないように、徹底的に監視していただくようお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。